さすがに。いいね。で、次。まだミッションあるな。これ今、私が思ってたミッションじゃなかった。この人だ。この腕踊ってるね。もはや私ではない。冷たく命なき金属の塊だ。どうして私がこんな目に貧さの犠牲になるなんて。このかゆみは何だ。なぜ感覚がある。私は何を感じてるんだ。金属に感覚などないはずだろう。落ち着け。自分の魂など構うな。あいつの魂を救うんだ。助けてくれ。誰か助けてくれ。お願いだ。何があったの？そのインプラント未完成じゃ。未完成かどうかは問題ではないのだ。ビクはサイバーウェアによって体を怪我してはならない。ハラダイ目者の誓いに反するからだ。奴らそれを分かっていながらもう取り返しがつかない。待って、無理やりインプラントを。拙僧だけではない、弟もだ。奴らは我らに薬を盛り、拙僧の体を怪我した。年中は嘲笑っていたよ。同じ人間にこんな真似をしてどうして笑っていられるんだ。意味がわからない。一体どこの誰が無理やりそんなことを。奴らは拙僧らが骨敷きをしているところに現れたんだ。骨敷き。拙僧らを笑い、インプラントの施しも受け取るかと聞いてきた。人というより機械のような風貌だったよ。拙僧らも改造してやると言ってな。道具のように。メイルストロームね。なるほど。あんたの弟はまだそいつらと。ああ、まず拙僧を済ませた後で弟をどう改造すべきか話し合っていた。あの手の連中と渡り合える方とお見受けする。どうか弟を救ってはくれないか。まだ間に合うことを祈るばかりだ。弟には拙僧のような目に遭ってほしくない。私が何とかする。メールストロームは危険な連中だから、穏便に済ませられる保証はないよ。他に方法があるはずだ。助けてほしいが、頼む、殺生だけは避けてくれ。努力はする。何にせよ弟は助け出してみせるから。感謝の言葉もないよ。弟が囚われている場所はここから北だ。鳩場沿いの道付近を探してくれ。なるほどね、殺しちゃダメな感じだなこれ。セーブしとこう。殺さないように敵を無力化しなきゃなんない。55BD、 あ違う、いるね、いるね。
違う、そう、こいつじゃない。こいつでフルメタル坊主ってようなどうだ、ホルノ、ホルノビーグ。おい、パクるな。頼む、俺は釈迦の教えで平穏。あれ、これカメラ管理しねえな。今度口開けたら舌を引っこ抜くぞ。例の僧侶が囚われてるのはここね。飛び降りると、放り込めるとこないかな。あ、キルキルしちゃダメ、キルしちゃダメ、ちょっと待って、キルしちゃダメなんだ、そうだと忘れてたお前はキルタじゃねえキルしちゃダメなんだってイキュウヤマちょっとで、こいつのテイクダウンよし、OK だ。やめろ、インプラントは俺の信仰に反する、頼む、やめてくれ。ちょっと待ってくれ、弟さん。ティーンエイジャーを理解するために10代というのは人生で最も厄介な時期です。
この時期はホルモンが脳に大きな変化を及ぼすだけではなく、アイデンティティの、模索が始まる頃でもあります。10代の子供は家族以外に、権威的存在を求めるようになり、多くの場合は友人などの身近な存在が対象となりますが、有名人やロッカーボーイ、さらにはフィクサーや傭兵にそれを求める場合もあります。彼らにとって権威的存在となるために必要なのは、ユニークなスタイルを持つことです。体制を批判するキャッチーなセリフを口にするのも効果的かもしれませんが、特に重要なのはこの人だけは自分を理解してくれると思わせることです。なるほど。これはメールストロームの救う場所。俺は当店探偵の真ん中でアキレス M179E ライフルを拳が白くなるほど強く握りしめ立ち尽くしていた。銃はついさっき持たされたものだ。俺の顔や腕、合皮のジャケットはたった今撃ち殺したサイコ野郎の血と飛び散った脳みそにまみれている。仲介役の男が俺の肩を叩いた。緑色のモヒカンの頭をした30代のメールストロームのメンバーだ。やるじゃねえかフィル。やつは満足げにそう告げた。腰抜けだと思っていたが思い違いだったらしい。大したもんだ。それと後始末の心配しなくていい。死体が20個はねえとメールストロームのパーティーとは呼べねえからな。他のメールストロームメンバーたちは俺をからかい続けたが、歪んだ声のところに変化を感じる。認められたという感触だ。モヒカン男はさらにメールストローム自慢の定番インプラントを俺につけてやると言った。幸いにもつけられるのは例のオプティクス一式ではないと分かって承諾すると、奴らはますます俺を気に入ったようだった。そう簡単にメールストロームの顔にしてやるかよ。と奴は笑う。あのテックを入れるのは入団儀式の時だけだ。目玉をえぐり、皮膚を剥がす。麻酔なしでな。そいつに耐え抜けば晴れてメンバー入りだ。雰囲気が落ち着いてきたのを見計らって俺は噂の真相を尋ねてみた。本当に殺しの仕事を請け負っているのか。モヒカン男は上機嫌にうなずいた。もちろんよ、いい金になる。仲間の士気を上げるのにもうってつけだからな。機械は感情に振り回されない。俺たちが目指しているのはその境地さ。殺しの仕事ってのは捨てきれてない感情の残りカスを絞り出すのにちょうどいい。この間もちょっとガキを殴ったぐらいで取り乱したふぬけ野郎がいて、せっかく俺が、おいさっさと制御 BD でも見ろ、ボスに頭を吹っ飛ばされるぞって忠告してやったのに聞かねえから。奴の話をあれこれ聞きながら俺は気づいた。楽しいという感情は奴らにとって排除すべき対象ではないようだ。そしてこう思わずにはいられなかった。機械を笑うことができるのか。なるほど。人間になろう、人間じゃなくて機械になろうとしてるのね、彼らの。なんだろう、コンセプトというか狙いは。ちょっと待って、ささっと排除してきちゃったから、取るもん取ってくる。え、だ、え？待ったな、今。これを。見たね、外で。待たせたな。お、なんか。もう大丈夫。もう大丈夫よ。あ、ごめん。私は奴らの仲間じゃない。弟さん。じゃあ、一体なぜここに？どういうことだ？まずあなたが無事なのを確認したい。間に合ってよかった。大丈夫？連中に何かされた？どのインプラントにするか迷ってたおかげでなんとか。運が良かったよ。サイバー最後が野放しじゃない。彼らの一人は俺の顎を外したがってた。考えただけでも恐ろしい。幸いにもそうならずに済んだ。すげえな。これは全て君のおかげなのか。通りかかったらメタル坊主がどうとかって話し声が聞こえてきてね。そんなこと考えるのはメールストロームくらいでしょ。なんて、本当はお兄さんに頼まれてきたのよ。弟を自分と同じ目に遭わせたくないって。心の底から感謝する。
一つの命も犠牲にならなくて本当に良かった。今後も平和の道を歩み続けてほしい。あの化け物どもがなぜあのような過ちを犯すのか理解できんが、裁きを下すのは俺たちではない。ああ、まあそうね。散々殺してきたからな、V は。どうして奴らに捕まったりしたの？誰も近寄りすらしないのに。ここのことをよく知らないんだ。俺たちは各地を渡り歩いていてね、ナイトシティに着いたばかりで危険を把握できていなかった。僧侶は寺で暮らすんじゃ？それは最近の流れだ。我々兄弟が所属する宗派は古の仏教の教えに従っている。この生き方のおかげで人々との出会いにも恵まれてきた。そうみたいね。世の中が危険に満ちていることは十分わかっている。だが時に危険も犯さなければ扉の向こうにあるものを知ることはできない。君ならこの意味がわかるだろう。お兄さんが待ってるよ。近くの広場にいる。早く兄に会いたいが、一息ついてから行くとしよう。今助けが必要なのは兄の方だ。あれ？調べたのか。じゃあ行くか。気をつけろよ。崩すか。崩す前になんかすげえの手に入れてたな。これアイコニックパワーサブマシンガン。ちょっと試しにやってみるか。試し撃ちに使われて申し訳ないけど、スカベンジャー。強い強い強いね。しかも炎ダメージだから燃えるし、これはすごい。浮いてる。なるほどね。いい武器だな。そして服は、何が起きてんのあそこ。メールストロン、宴をやっているね。カバーできる場所ねえな。強い。これ強いな。いや、いい武器手に入れたぞ。ここか。
え、どこに？これはトラウマチームの契約は失効しました。お客様、残念ながらお客様のトラウマチームの契約は料金未納のため失効いたしました。契約復帰をするため直ちにカードを有効化してください。命の危機に際し、お客様の健康と安全を引き続きお守りするため、早急にご対応ください。トラウマチーム、残念ながら遅かったみたいだ。結婚、人間の血液。いるな、なんか。いるね。おい、おい、なんだ。危ない危ない。はい、おお、取った。どうだ、エリス・カーター、生きてる。生きてるね、うん、生きてるよね、これね。これはチャットログ、夫婦とサンダース。ブリックの犬の後始末、今日はお前の番だぞ。殺さず狂犬に飼いちまったことがボスにバレると面倒だからな。サンダース、あの夜めちゃくちゃに散らかしてくれるから、掃除が追いつかない。まるで痩せのクーガーだな、うん、マジでよ、吠えたりうなったりうるさくて眠りやしね。あんなになるまで一体何をしたんだ。ルイスに歯向かったらどうなるか教えてやっただけさ。クロームを引き剥がしたのは、ドルのアイディアだ。それからエスキーフを詰め込んでピニアタみたいに顔をボコボコに殴ってやった。もう口は聞けない。裏切り者の負け犬にふさわしく惨めに吠えるだけさ。てなわけで、問題のある客を始末させた後は俺らが、排除して掃除して、掃除して、うん、やる必要がある。血や肉片がそこら中に撒き散らされているからな。ここまで匂い出したらせっかく金になる客が逃げ出しちまう。ならさっさと中に入りゃいい。ゴミ箱には近づかせるな。簡単なことだろう。うわー、すごい死体いっぱいある。これ全部あれか、ターゲットか。複数の外傷による失血、ドラッグの使用形跡あり。同じだな、みんな。チャットログ、ブリックとエリスを読む。メッセージじゃない、チップだ。チャットログこれだ。めっちゃあるな。あれ？これだ。
どうするブリック、嫌な予感がする。ルースはきっと味方を引き連れてあんたを排除しにかかる。何か手を打たないと。何を今さら、奴が俺のポジションを狙ってくるのはとっくに分かっている。俺は昨日からずっと歩く屍さ。今のうちに逃げた方がいいぞ。抵抗しない気なのか。こっちだって仲間がいるんだ。俺はあんなクズ野郎の下で薄気味悪いにやけ面を見ながら働く気はない。そういうことを書くな。俺は信じているから俺の忠告を聞いて今すぐ逃げろ。畜生勝手にしな、腰抜け。でも俺は絶対ロイスを許さない。なるほど。来て、レジーナの情報を送ろう。B、 あれ、これじゃねえや。じゃあまた。じゃあね、メディアの嘘には気をつけるのよ。メッセージを書くだ。入団儀式、サイバー最高、これだ。分かっているだろうけど、ここはメールストロームの出没地帯よ。もしサイバー最高絡みの案件だと分かったら、その人を死なせないように努力してね。ギャングの争いね。奴はブリック側の人間でロイスに復讐しようとしてた。でもその企てがどうなったか、どうなったかは想像がつくでしょう。ドラッグ付けにされて拷問を受け、凶暴な刺客に仕立て上げられた。要望通り生かしておいたけど、正直言って死んでいるようなものよ、精神的にね。いくらか情報を集められた。奴はブリック側に残った最後の支持者だったよね。他は全員すぐさま寝返った。救えるかはわからないけど、サイバー最高室の発病に関して新しい事実をつかむことはできそう。よくやってくれたわ。レベルが上がっている。パークポイント2つ。技術、クラフトは全然増えねえな。肉体、知力、デーモン解除。3分間、ネットワークに接続している全ての敵の物理耐性を 30% 低下させられるようになる。どうしようかな。反応、こうかな。うん、これで残すはあとこのミッション、衛兵募集、破壊工作、これからこれね。